斉藤康式2月22日隊は、日本の気象予報士、防災士、元政治家、元衆議院議員、千葉県千葉市出身、千葉県立磯部高等学校を経て、日本大学分理学部を卒業した。1992年にウェザーニューズに入社し、同時に朝日放送に、気象キャスターとして派遣される。1997年にウェザーニューズ本社へ戻り、 同社の気象予報センターへ移動すると、その翌年の1998年には気象予報専門チャンネルウェザーニュースに出向移動となり、さらに1999年にはテレビ朝日に派遣され、スーパー J チャンネルの気象予報コーナーを担当、3年間務めた。2002年2月に東北放送に入社。同年4月にスタートした朝の情報番組、おはよう。 グッデーの中のローカルコーナー、グッデー宮城の気象キャスターとして起用され、2008年3月28日放送分、ウォッチイン。宮城までの同枠時間帯の気象キャスターを務めたほか、TBC ラジオでも気象予報を担当し、私立 TBC 気象台の所長を務めた。また、宮城県の地方市、河北新報でも、天気予報コラムを執筆した。 2008年3月末をもって東北放送を退社し仙台市泉区に気象予報士の派遣などを業務とする株式会社斉藤予報士事務所を設立2014年1月より福島テレビにて気象予報士として気象情報を担当している2008年4月10日民主党が第45回衆議院議員総選挙の宮城に行くにおける公認候補者に 斉藤を擁立する方針を固め、これを受けて、同年4月13日に出馬を表明、2009年8月31日に施行された衆議院選挙で158,041票を獲得して初当選。2010年11月、内閣府行政刷新会議による事業仕分け、第3弾の仕分け人の一員として、特別会計制度の見直し作業を行った。 2011年12月28日、野田内閣の消費増税路線に反発し、内山明ららともに、離党届を提出し、2012年1月5日に、内山らとともに、新党絆を旗揚げした。同党幹事長代行、政務調査会長を歴任。2012年2月時点で、衆議院では、東日本大震災復興特別委員会、環境委員会、 総務委員会にそれぞれ所属していた。2012年11月15日、国民の生活が第一に合流。11月28日、日本未来の党に合流。2012年12月の第46回衆議院議員総選挙に宮城に行区から出馬するも、比例復活もならず落選。2013年12月15日のツイッターで政治活動にけじめをつけることになりました。 志と現実の狭間で悩み続けましたが、苦渋の決断をしました。私の使命は国民の命と財産を守ること。これからは気象予報士として社会の役に立てるように頑張ることになりました。と、正解委員会を表明した。ウェザーニュース時代は主にテレビラジオ番組への出演が多く、朝日放送執行派遣時には兵庫県南部地震に遭遇している。 東北放送時代に出演していた、ウォッチン。宮城では、横山義則前キャスターとのやりとりや、わかりやすい予報と、親しみやすいキャラクターで地元での人気を、不動のものにしていた。また、私立 TBC 気象台所大所長を務めた。ありがとうございます。